皆さんこんにちは今回は最近夫は塞ぎ込んでいて食欲がなく夜も眠れないようです何をしても喜びがないと言っていてうつ病ではないかと心配していますというご質問にお答えいたしますうつ病を含む気分障害の国内の患者数は100万人を超えていてここ20年ぐらいの間に 急増していますしかも最近はコロナ禍による生活形態の変化や経済問題が原因となってメンタルヘルスが悪化しいわゆるコロナうつにかかっっててしままうう人も多くなっていますうつ病の障害有病率は約6%と言われており誰でもかかる可能性があるので「心の風邪などと言われることもあります。 そのように表現すると、軽い病気のようなイメージを持たれがちですが、ご本人の苦しみは相当なものですし、重くなると自殺気筒の可能性もあるので、注意しなければなりません。では、うつ病の症状にはどのようなものがあるのでしょうか。ほとんど一日中憂鬱で沈んだ気持ちになる。ほとんどのことに興味を失い、 それれまで楽楽ししくくやれていたことが楽しめなくなる食欲が低下するか逆に増加する寝つきが悪い夜中に目が覚める朝早く目が覚めるなどの不眠状態になるか逆に眠りすぎてしまう話し方や動作が鈍くなるあるいはイライラして落ち着きがなくなる疲れやすく感じ気力が低下する。 自分には価値がないと感じ自分のことを責めてしまう何かに集中したり決断を下したりすることが難しいこの世から消えてしまいたい死にたいなどと考えるこのような症状が多く見られるようになるとうつ病の可能性がありますうつ病の原因ははっきりとは解明されていませんが危険因子すなわち うつ病になるリスクが高くなる要因は分かっていますうつ病の危険因子として厚生労働省は性別、年齢、つらい非養育体験最近のライフイベント心の傷になるような出来事などを挙げています性別で言えば世界的な傾向として 女性の方が男性より発症率が高くなっていますその理由としては思春期における女性ホルモンの増加妊娠・出産など女性に特有の危険因子や男女の社会的役割の格差などが挙げられています年齢については一般的には青年層に多い疾患と言われていますが日本の場合は中高年層でも多くなっています また性格的に見ると几帳面完全主義的責任感が強く手抜きができないなどの人はうつ病になりやすいと言われていますうつ病の主な治療法としては薬物療療法、法休養、心理療法が挙げられます。特に休養が重要で仕事をしないのはもちろんのこと 趣味や対人関係も制限する必要があります仕事が気になったり退屈に感じたりする人もいるかもしれませんが休養は治療であると考えて徹底することが必要です医師とよく相談しながら生活環境を整えていきましょうご家族がうつ病だと診断された場合は安心できる環境でゆっくり休ませてあげるようにします ご本人に接する際、穏やかな態度でじっくり話を聞いてあげてください。うつ病になったことを否定的に捉えず、人生の休養期間を与えられたのだと肯定的に考えるとよいでしょう。頑張ってと励ましたり、原因を追求したり、決定をさせたりすることは避けた方が良いと思います。自殺の恐れがある場合は、その人に寄り添い、 関わることによって孤独になったり孤立したりしないよう支援することが重要です自殺の危険を示す際に気づき声をかけ話を聞き必要な支援につなげ見守るという適切な対応を図ることができる人をゲートキーパーと呼びます一人でも多くの人がゲートキーパーとしての意識を持って行動することが自殺対策につながります ゲートキーパーについては厚生労働省や自治体で研修機会や支援のネットワークを設けていますうつ病はおおむね元の状態に回復することが可能ですがその一方で再発することも多いのが特徴です再発を防ぐためには回復後もストレスをためない生き方をしていくことが大切ですうつ病は早期対応がとても重要ですもしかしたら うつ病かもしれないと思われるのであれば医療機関を受診してみられることをお勧めしますそれでは今回の講座はこれで終わりにさせていただきます